皆さんこんにちは、ゆきです。今日は私がヘビロテしてるすごくおすすめのスキンケアコスメを2つ紹介したいんですけど、ブランドさんはエンビロンですね。これ全く PR 案件とかじゃなくって、私が好きなのでおすすめするだけなんですけど、エンビロン大好きなんですよね。私はモイスチャーシリーズも使ったし、シークエンスシリーズも使ったし、いろいろ今でも使ってるんですけど、ド定番の製品ではないかなって思う中で、ものすごいおすすめなものを2つご紹介していきたいと思います。まず1つ目が、はい、こちらです。なんか私もう次に使うやつとかも買ってるんですけど、A ブーストっていうやつなんですよね。お名前がもうね、A をブーストしていくっていうことで、ビタミン A がいっぱい入った美容液なんですよ。エンビロンって他の動画でもお話ししたんですけど、ビタミン A っていう成分の強さに応じて段階を踏んでいきましょうっていう考え方なんですよね。結構お肌に負担をかけずに、ゆっくりじっくりお肌をビタミン A に慣れさせていくっていう考え方があるブランドさんなので、この A ブーストっていうやつもエンビロン使いたての方は最初は使えないんですけどね、だんだんステップアップをしていて、結構ベテランの域になったらこれ使っていいよっていう製品なんですよ。結構さらっとした感じの美容液で、私はいつも化粧水をやった後に 2,3 プッシュぐらい肌にバーって塗ってるんですけど、やっぱりね、これをやってる時期とやってない時期は肌のツヤ違うんですよね。エンビロンのビタミン A の製品ってかなりツヤツヤになります。ツヤ肌があまりにもピカピカなので、やりすぎだからちょっとっていう方もたまに聞くんですけど、私は結構エンビロンよってできるツヤ好きなので、この A ブーストもものすごいおすすめかなと思います。 A ブースト自体にも 1,2,3 までかなあって、私は1でも十分かなって思ってるので、お値段と相談をして1番を結構買ってるんですけど、2番3番って使うとさらにすごいんじゃないかなってちょっと思ってます。エンビロン興味ある方、ぜひこの域に達するまで決まり通りにしっかり段階を踏みながら頑張ってビタミン A 取り入れてみると面白いと思いますよ。はい、2つ目なんですけど、今回はオイルですね。さっきの A ブーストに関しては、そこそこ知名度も高くって、エンビロンずっと使ってた方だったら手出したことある商品だと思うんですけど、このオイルはね、結構隠れた一品だと思うんですよね。じゃん、4本目ぐらいの新しいやつ、ちょうど今あるので出してみました。 AC オイルっていう名前なんですけどね、これ別にエースっていうわけじゃなくて、私はエース級だなと思ってるんですけどね、ビタミン A とビタミン C とビタミン E が入ったオイルっていうものなんですよ。今申し上げた3つって、三種の神器とまでは言わないんですけど、美肌にはもう絶対必要な成分なんですよね。ちょっと開けてみます。これがもう大好きなんですよね。こんな感じです。私がなんでこれ使い始めたかっていうと、私が勤めてる美容皮膚科のクリニックのすごく美人でお肌も美しい看護師さんが、先生これいいよって言ってくれたから、私も試したんですけど、本当にものすごいよくって、私も友達とか家族とかにかなりおすすめしてるものですね。そもそもオイルっていうのが嫌いな人は嫌いかなと思うんですけど、このオイルね、全然ベタつかないんですよね。ベタつかないのに、こう2滴ぐらい取るだけで結構顔全体に伸びるんですよ。逆に4滴も5滴も取っちゃうとさすがにベタつくかなって思うんですけど、なので結構長持ちするんですよね。これスキンケアの一番最後にお肌に塗ってあげると、夜とかも保湿効果がすごいあるし、ここにもボディって書いてあるんですけど、体にも使えるんですよ。むしろ全身に使えるので、お風呂上がりとかにパパってお体全体に塗ってあげると、体中の肌ももちっとする感じ出るんじゃないかなと思います。エンビロン大好きっていう方でも手出したことない方多いかなって思うので、個人的には超おすすめの一品ですね。皆さんぜひ試してみてください。これに関しては A はちょこっと入ってるんですけど、特にステップアップしなきゃいけないとかがないし、オイルそのものにも段階がないので、最初から使えるかなと思います。すごくオイリー肌の方とかはね、油分足さない方がいいかなともちょっと思うんですけど、結構乾燥しがちな方とか混合肌の方とかはね、すごくおすすめなので、ぜひトライしてみてください。はい、ということで今日はたった2つだけだったんですけど、私がこれはイチオシだよっていう隠れた名作というか、あんまり知られてないかもしれないイチオシコスメをご紹介してみました。正直エンビロンの製品とかってほとんど全部私おすすめなんですけど、その中でもこれはぜひっていうものをあえて2つだけチョイスしたので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。今日も最後までお聴きくださりありがとうございました。